千本桜夜に紛れ君が歌い僕は踊る、ここは鋼の檻、さあ高専中を失くれ。愛から学年外外楽楽反戦国家日の丸印の二輪車コロナ死不良第三 ICBM 環状線を走り抜けて東本清掃南もその少年少女戦国武装不器用の間に間に千本桜夜に紛れ君の声も届かないよ、ここは宴鋼の檻、その雑踏台で見下ろして三千世界の孤独の波、嘆く歌も聞こえないよ、青藍の空わずか彼方その光線中で打ち抜いて一緒にストリート、パフォーマンスを、はい、自分がピアノ弾いて幸子さんが歌うなんて、はい、そんなことをやれたらすごい夢で嬉しいんですとかって言われたから、はい、やりましょう、簡単にあやりましょう、誰も集まんなかったらどうしようってハラミちゃんにさっき言ってたの、ね、そう、さっきあの車の中で今日初めてだから人来なかったらどうしようっておっしゃってて、うん、でもこんなにたくさんもうゲリラなのに本当ですね、すごい幸子さんが出てきた時どう思いました皆さんね、ちょびっくりしました。私出てきた時気づきました、買い物帰りのおばさんだ、買い物帰りのおばさんだって、やっぱりねこの通りよかった作戦、よかった作戦、ハラミちゃんが言った作戦がそうだった。そうですよ、そうです、あ、美味しい、はい、今鍋物美味しい、そうです、じゃあちょっともう一曲だけいいですか、させていただいても。私たちは何も知らない、なぜ人は生きていくの、生きていく。レコード店の前でキャンペーンやって歌うんですね、うん、集まってください集まってくださいって全然集まらなくて、うん、あ、
それと同じような形に今日なるかもしれないなと思ったんですけど、おかげさまでこんなたくさんの皆様が集まっていただいて励みになりました。でもハラミちゃんおっしゃるようにこれ原点だと思います。誰もいないところで行ってやることによって1人2人3人集まるということはこれ原点なんだ。それは私たちはどっかでテレビとかなんとかって出て少し有名になったら あの人とかって言われるとどっかでこう空気が変わってきて錯覚したりなんかもすることもあるんです。いや錯覚は決して悪いことではないと思います。一人喋ってもすみません。めっちゃ聞いてました。本当錯覚は悪いことではない、必要な時もあるんです。でもね原点はやっぱりここにやっぱりお腹の中に置いとかないと絶対に滑ります。だからそういう意味で自分もそうやって思って生きてはきましたけど、今日はそういう意味でお客様に原点をまた教えてもらったということで本当に感謝します。ありがとうございました。本当にストリートピアノ本当に楽しい思い出となりました。めちゃめちゃ素晴らしいピアニストです。本当に良かった。ありがとうございます。またぜひいろいろコラボさせてまたやりたい。はい、またやろうね。楽しかった。ありがとうございました。広瀬香美ちゃんもいるよね。そうです。一緒にやりたい。香美さんと幸子さんさらったらもう地球壊れます。やめてください。ありがとうございました。